軟式野球。軟式野球は、野球本来の比較性の高級ではなく、ゴム製のボールを使用する日本で誕生した競技。競技では、中空のゴムボールを用いるものを指し、抗議では、高級の表面をゴムに置き換えたボールを使用する、純公式野球を含む。ソフトボール、累級、野球、公式野球とは全く別の競技であり。 それぞれ使用するボールもバットも全く異なる。ソフトボールに関しては、野球、公式野球から派生して誕生したマイナー競技であるという点は共通している。明治時代、米国から伝来した野球は、中等学校野球、高校野球や大学野球の全国規模な大会の開催で花形スポーツとして定着し、子供たちも公式テニス球を使うなどして、 野球遊びを楽しんだ。しかし、テニス球だと耐久性や速さの問題から、使いづらいという弱点が発生し、徐々に競技人口が低下する傾向になってしまった。そこで1919 19年、大正8年、神戸市にあった投進ゴムがこれらを踏まえて手軽、かつ安全な野球を楽しむことができるように、軟式野球ボールが世界で初めて市販された。 これがきっかけになって、少年野球の人口が再び増加するようになり、翌年1920年、大正9年には、その神戸で大日本少年野球協会が発足し、少年野球の本格的な全国大会まで開かれた。その後1925年、大正14年に、横井春野が東京に同盟団体を結成した。昭和に入ると1929年、 昭和4年に神戸の教会が中心となって本格的な一般社会人を対象とした日本軟式野球協会。この協会が用いた軟式野球という名称が日本におけるこの名称の起こり設立や軟式野球大会の開催など着実に市民スポーツとして定着するようになる。この後に大日本軟式野球協会、日本軟式野球連盟。 極東南式野球協会などの団体が生まれた。しかし、東京の協会では1932年、昭和7年に野球統制令のため、少年同士の大会が規制されてしまった。さらには、第二次世界大戦の激化に伴う、ゴム統制令、1938年イコール昭和13年、で、各地にあった南式野球団体が統合され、 全日本軟式野球総合協会として全国大会を開くが、敵国スポーツであった野球の開催が厳しく規制され、職業公式野球以外の開催ができなくなってしまった。やがて終戦を迎えて1946年、昭和21年、東京都軟式野球連盟が中心となって、全国各都道府県や文部省、現文部科学省、 日本体育協会などの協賛により、全日本蘭式野球連盟設立。この年から始まった、国民体育大会のプログラムの一環として、天皇支配全日本蘭式野球大会が開催された。当初は一部制だったが、1957年、昭和32年から、実力別トーナメント大会、高松の宮支配全本蘭式野球大会二部三部、 大会高松グルバイの歌詞は1959年イコール昭和34年がスタートする。さらに、少年野球の普及を目的として1970年、昭和45年に、小学生年代の学童の部と中学生年代の少年の部の部門による大会も本格的に始まるようになった。なお、講義としては準公式野球も軟式野球の一種となる。特に、 大学の軟式野球は準硬式球を使用した競技を中心に発展してきた。そのため、長い間大学での中空軟式野球は、L 号軟式野球や A 号軟式野球と呼んで、準硬式を示す軟式野球と区別されてきた。近年になって、準硬式と中空軟式を統合した、全日本大学軟式野球連盟準硬式の部、軟式の部を経て、準硬式と 中空軟式それぞれの連盟に分化した。分化後の現在も全日本軟式野球連盟の参加に全日本大学巡航式野球連盟と中空軟式の全日本大学軟式野球連盟が損する形となっている。世界規模での認知度は低い。キューバでは少年期に全日本軟式野球連盟が定めるところの認定級の歴史がそのまま軟式級の歴史とほぼ 同一、ただし同公認級の他にも、公認級に準じた種類の他の軟式玉も販売されている。昭和26年に従来までの軟式ボールを A 号、新しくできた巡航式級を B 号として公認。同時に、学童用の C 号も誕生。従来の3種類に加えて、一般成人向けに以下を追加公認。それまでの L 号、 英語 C5 の名称設定を見直して、若干の衣装改良を行った上で再定義した。英語級 c 5級に関して、リンプル、ボール表面についているデコボコをなくした新球が開発され、新しい後任球に認定。平成18年度の大会からの使用で、後任球の衣装変更は55年ぶりとなる。大きさと重さ、反発力はこれまでのボールと同じだが、 急降人級と比べて約10%の飛距離アップが図られ、投手にとっても変化球が投げやすくなっている。従来ボール前面にあったディンプルがほとんどなくなり、滑らかな球体に近づくと同時に、縫い目、難球は高球のように実際に縫われているわけではないので、縫い目を模した凸部分が高く造形されている。これにより縫い目とそうでない部分で握った感触の差が大きくなり、 縫い目を握らないと滑りやすくなったため、公式野球と同様に縫い目を握る重要性が大きくなった。縫い目が高くなったことで、ボールの回転による空気抵抗にも影響を及ぼし、直球はより伸びるように、変化球はより大きく変化するようになったほか、反発力は同じながら、2バウンド以降の高さを抑えるように設計されている。D5 球は、 変更なし。2016年12月、全日本軟式野球連盟と野球ボール工業会が、ボールの規格変更を発表した。A 号と B 号を統一して、M 号、メジャーに、C 号は J 号、ジュニアに変更される。M 号は、大きさで2ミリ重さで3グラム大きくなり、J 号は1ミリ1グラム大きくなる。変形しにくくなり、バウンド高さは、 約15%減少することで公式球との差を小さくした。価格は従来のものより半額ほどになった。軟式野球は主に日本国内のみでプレーされており、世界的な規模で広まっているとは言い難い。また、オリンピック競技に選ばれたことは一度もない。キューバでは独自の軟式野球が存在するほか、台湾でも準公式野球が行われている。 世界大学軟式野球大会を開催するなど、大学の軟式野球会、また一般社会人の施設リーグでの大会など、普及運動を行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。